続いてはこのコーナーです。中山茜の愛しの姫散歩です。今回お散歩するのは松山沖にある御後島。高浜港から船で10分ほどで島時間を満喫です。いや、素晴らしい秋晴れですね。雲一つないとはこのこと。今回のお散歩、まずはですね、松山市の高浜港にやってきました。今日はこの高浜港からフェリーに乗って、ちょうどお迎えに見えております御後島に渡りたいと思いますよ。行くから待っててね。今日は天気もいいから、あの御後島の島の椅子くっきりと見えますね。いやー、美しい御後島に着きました。いやー、嬉しい。こんにちは。今私たちこの高浜港からここか、由良港に渡ってきて、まあ、まずはじゃあこの界隈をちょっと行きますかね。由良港近くを、もう港からすぐそばにですね、コーヒースタンドがあるんですね。ちょっと久しぶりなんだけど、こんにちは。ご無沙汰しております。急ですから。そう、ごめんなさい、ごめんなさい。もう撮ってますけど、いいですか。まずは、はい、一杯いただいて、かしこまりました、行こうかなと思って、はい、よろしいですか。もちろんです。何しようか。今日はどういう感じで行きますか。今日どういう感じで行こう。すごい天気がいいからね、なんか気分が爽快なんですよ。爽快ですか。うん、爽快系で、うん、爽快系、こんなふわっとしたもの。爽快系、ラオスとかがいいんじゃないかなと。ラオス、はい、苦味系なんですけど、すっきりしていて、ちょっとフルーティーな。お昼で帰ってきました。ああ、一旦休憩。山仕事、なんて言ってるんですか、その畑。はい。わあ、すごい。どうですか、今柑橘は時期的にはどんなタイミングなんですか。今はあの背とかに一つ一つこうやってサンドっていう。え、かけるんですか、あれ一つ一つ。できます。はい。大変じゃないですか。いや、結構好きですね。あ、へえ。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、またおしゃれに手書きでね、さらっと書いて。SDGs ですね。SDGs。そう、撮影スポットまで案内してもらうっていうね。最高。香ばしい香りがね、本当気持ちよく抜けていきますね。秋風のように。ああ、素晴らしい。御後島ライフ、はい、謳歌されてますか。してます。もう本当にもう皆さんに助けられてばっかりですけど。へー、はい、イカも釣ったりして。あ、はい、そうです。イカ釣れますか。イカ釣れますよ。最高です。今年はいいですね。あ、本当にすぐ裏なんだ。こんにちは。こんにちは。すいません、いいですか、この後。お邪魔します。こんにちは。なんかまたおしゃれなお弁当屋さんじゃないですか。はい、ここはありがとうございます。代表と言いますか、今日は誰にお話をする。主人で、料理人で。お弁当作ってらっしゃるのも、はい、私です。え、そうなんですか。またお弁当の種類がすごいんですけど、今日何種類？今日は1、2、3、4、5、6、7種類ですかね。うろ覚えって。はい。これ全部ご主人が作るんですか。そうです。はい。朝起きてから。何時起き？今日は7、ちょっと種類が多かったんで、はいはい、12時か、0時かな。え、午前0時？はいはい。もう眠いでしょ。どっかでされてたんですか。40年近いかな、前なんですけど、20歳ぐらいから、何かな、西ドイツ旧の。はあ。で、4年7ヶ月かな。で、壁が崩壊するときはちょっともうこっち帰っとったんですよ、ギリギリ。そうだね。こっちに帰ってきてからすぐ壁が崩壊、1ヶ月も経ってないですね。もう2週間ぐらいでもう急に突然ニュースが入ってきて、でこの間までおったのにそれを見れなんだんっていうのがちょっと寂しいかなと。もうあれもうちょっとおったら見れとったのになっていう。歴史の瞬間に立ち会えてたのにって。
はね、海水浴とかお客さんで多いでしょうね。おー嬉しい、チャーシュー弁当。もうこれガブッといっちゃいますね。いただきます。お、柔らかい、うん、味が染みてる。このタレの味がする中で白ご飯に合う、最高です。午後島にやってきたら釣り、今日は良い収穫ですよね。ちょっとぜひともね、釣りをやってみたいなと思いまして、この時期は何やらイカが釣れるそうですよ。投げますよ、はい、ほっ、どこ行った、どこ行ったん、どこ行ったん。まあいいか、これを倒す。イカよ来い、イカさんおいで。こんなんで釣れるん。ありがとうございます。うわ、ごめんなさい、ちょっと隅ついたけど。全然すいません。いいんですか、いただいて。これ焼くんです。何から何まで。いやいや、全然恥ずかしながら帰ってまいりました。まあ、難しいですよね。難しい。いや、今回大本さんが釣ったイカを頂戴して、いやいやいや、ちょっと本当に、まあ、どうしようのイカ美味しいんで。そうですね、ちょっと味だけでも、はい、楽しんで帰らせてもらおうと思います。はいはいはい、どう？こうせっかく貸してもらったからこう。あ、すごい立派な炭が。どうしえさん、ようこそ。一夜干しです。すごい立派。これどうしたんですか？これを釣ったイカを普通に一夜干し、うん、へー、うん、いやー、ありがとうございます。レジャーシートぐらいしか持ってきてないですね。いらないですね、きっと。もうほぼほぼ傷んでしまった。いやし、私の方じゃ、あるある、あ、じゃあ残り持って、そうそう、お箸で、あちゃ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 あ、すいません、一番辛いところをやらせてごめんなさい、はい。うんうん、なんかプリプリしてるよ、一夜干し焼き、うんうん、うわ、旨味濃縮、美味しい。生とはまたちょっと違うんでね、うん、うん、うわ、歯ごたえすごい、やっぱり、うん、刺身うまい。刺身なんかやっぱとろっとした美味しさっていうか、そう、また一夜干しと違いますね、うん、甘みがあって、うん。としえさん、今からですね、もういよいよ忙しくなる。そうですね、うん、年末から年末から、うん、もう4月の半ばぐらいまでずっと収穫、うん、長期戦、長期戦です。みかんを知ってほしいのもあるし、うんうん、で特に移住してきた人なんかは、うん、ここで作ってるその紅マドンナとかカンペとかっていうのを知らん人が多いんですよね、うん、何これみたいな、うん、やっぱ知ってもらうのも、うん、大事やし、うん、経験してね、知っていくことは大事ですよね。そうですね、広がるから、うん、いいことしかない。いいことしかない、本当よ。中山さん、釣れなかったですが、イカは美味しそうでした ね食べたくなりますよね、はい、ね、あの醤油垂らすのがいいですよね、うん、秋の島旅って、こうロケーションもそうですけれども、うん、なんとなくこう天気のいい島、季節関係なしにいいなと思いましたね。そうですね、もうかなり快晴でしたね、うん、皆さんも午後島でイカ釣りなどいかがでしょうか。うまいこと言いました。この後もニュースを続けます。